どうも皆さんこんにちは、源氏でございます。本日ですね、ついにウィムとアタッチメントによる第3弾のコラボの詳細が決まりましたので、そちらを皆さんにご紹介いたします。早くもですね 22SS のプロシーズンのアイテムたちでございます。今回もですね、これ以上ない仕上がりになりまして、シーズン1シーズン2ともにですね大好評いただいているあのアタッチメントとのコラボなんですが、今回ですねさらなるアップデートをいたしまして、第3弾のリリースに至りました。はい。でそこでですね、もうご存知の方も多いかと思いますが、簡単にですねアタッチメントをご紹介すると、1999年に一世三宅出身の熊谷和幸が設立し、パリコレ経験もある国内有数のメンズブランドでございます。で過去のコレクションとしましてはこんな感じ。めちゃくちゃかっこいいわけですね。でもっと詳しいブランドの情報などはですね、こちらの動画でまとめてありますので、下の概要欄にも貼ってあります。よかったらそちらからぜひチェックしてみてください。でそんなアタッチメントとのウィムコラボなんですが、過去2回のリリースも大変ご好評いただいているコラボコレクションでして、アイテムのご紹介の前にこのコラボの経緯からコンセプトまでお話ししたいと思います。まず経緯からなんですが、以前も少しお話ししたと思うんですけども、2020年の夏前のコロナのですねパンデミックの真っ只中に構想を始めたコラボなんですけども、 WIM が目指しているですね、今の時代の若い方々にベーシックでありながらトレンドも感じられる商品開発をしている姿勢にですね、アタッチメントの熊谷さんも本気でそこにですね共感していただき、コラボの実現に至ったっていうわけなんですね。まああまり聞きたくなかった話で言うと、海外国内問わずコラボアイテムだとアシスタントデザイナーの方がデザインしてコラボアイテムをリリースするっていうことが少なくないらしいんですね。ただこのコラボに関してはですね、僕自身熊谷さんと何度も何度もですね打ち合わせを重ねて、至極当たり前の話ではあるんですが、熊谷さん本人にデザインしていただいているというガチコラボなんですね。そうした中ですね、熊谷さんとミーティングをしながら、コロナによって激変していく社会の価値観を見据えて、アタッチメントとウィムの共通点を探っていった結果、家の中と外という垣根を越えて、そのままどちらも行き来できるニュースタンダードなリラックスウェアというコレクションを開発するに至ったわけですね。ということですね、今回のコラボアイテムの詳細をですねお話ししていきたいんですが、まずは何と言っても惣菜ですね。というのもですね、このコラボの大きな特徴の一つでですね、今まで同様にアタッチメントのミニマルなテイストと、室内でもリラックスして着られるという物理的な視点から、全アイテムを一つのイージーケア素材で作りました。ただですね、今回は今までよりも少し張り感が感じられる新たな素材を一から開発いたしました。というのもですね、同じところとしましては、今まで同様にですねポリエステルにポリウレタンを高混率で混合した二重織の合成を使用しています。特徴としてはですね大きく3つございまして、二重織特有の膨らみによる存在感、そして合成特徴でもあるシワになりにくいイージーケア、そして最後にですねポリウレタンを混合したナチュラルストレッチがあるストレスフリーな着心地、これがですね非常に病みつきになってしまうぐらいのですね素材となっております。めちゃくちゃ気持ちいいんですね。なので見た目のかなり綺麗な表情感とともに、着心地が半端じゃないっていうのがこのコラボの素材の特徴でございます。はい。でここからですねよりアイテムを一つ一つ深掘りしていきたいんですが、まずはアウター2型からご紹介したいと思います。ということで皆さん大変お待たせしました。1回目のリリースで速乾した僕も今着用しているこちらのブルゾンが復活いたします。はい。これめちゃくちゃかっこよくて、全アイテムに共通している話なんですが、設置だったりディテールを極限まで削ぎ落として、アタッチメントらしい独特なパターンで絶妙なシルエットを作り出しているのが大きな特徴なんですけども、このアイテムはファスナーが見えない肥沃仕様にしていたり、裾のゴムもですね前側には入れずにフラットに見せたり、ポケットはシーム利用にしてミニマルをより追求しています。でパターンに関してなんですが、特に変わっているのがこの袖の部分なんですけども、前側はですねこのようにラグランスリーブになっているんですけども、後ろに関してはですねこのフットボールティーのようなパターンをですね利用していまして、それがですね何とも言えないこの丸ビオブタシルエットになってくれてるんですね。めちゃくちゃかっこいいんですよ。より分かりやすくして見ていただくと、そうか今パーカーで見えなかったですね。フットボールティーって過去に動画でご紹介したと思うんですけども、よくね T シャツとかで見られるようなパターンなんですけども、それをですね後ろ側はこのようにしていて、前はラグランにしているという、非常にですねアタッチメントらしい、そして熊谷さんらしい独特なパターンをですね提案してくれたんですね。めちゃくちゃかっこよくないですか。なのでデザイン性を多く詰め込んで、なんかこう存在感を出すっていうのも世の中として
であるし、まあ、別にそれを否定するわけではないんですが、僕含めご覧いただいている視聴者さんもシンプルを好むし、洗練されたアイテムの中に美学を求める方が多いと思うんですが、こちらのアイテムもものすごくシンプルなんですけど、なぜか素材とパターン設計で存在感をふんだんに出しているという、シンプル好きの中にもこだわりを詰め込んでアイテムを選んでいるよって方からしてみれば、かなり魅力的なアイテムだと思うんですね。僕もこれ大好きなアイテムの一つでございます。でですね、このコラボに対して熊谷さんがどれぐらい本気なのかっていうのが少し垣間見えるお話をしていきたいんですけども、こちら、はい、実はですね、この形なんですが、素材違いで 22SS のアタッチメントの本ラインでも採用されていたりするんですね。っていうように、熊谷さんもこのコラボにどれぐらい本気なのかっていうのが分かっていただけるんじゃないかなというふうに思います。ということで、こちらのアイテムの価格になるんですが、ファーストシーズン同様にですね、1万1000円でのリリースとなります。アタッチメントの熊谷さんとのコラボでこの価格が実現したのはなかなかにないこと、そして今までにはないことですので、ファーストシーズン特化してしまったアイテム、春夏にですね大活躍してくれるようなアイテムだと思いますので、僕がね今着用しているようにパーカーを下に着てもいいですし、シンプルにですねカットソーの上から着てもいいですし、様々な着こなしが想像できるこちらのブルゾン、12月10日金曜日に ZOZO タウンにてリリースいたしますので、狙っている方はお見逃しないようよろしくお願いいたします。そして続いてですね、こちらのコートを皆さんにご紹介したいと思います。はい、こちらですね、初となるバルカラーコートをリリースいたします。こちらのコートもですね、極限までブルゾンと同様にですねデザインをですねそぎ落としていまして、僕自身ですね様々いろんなバルカラーコートを見てきましたが、その中でも最もミニマルなバルカラーコートになります。身幅はワイドで、裾にかけてですねストレートに落ちるシルエットなのと、この袖の横から見た時に肘のあたりから膨らむ独特なパターンが特徴のコートでございます。さらに今回のアイテムからオリジナルのシリコンコーティングのフラットボタンを開発しまして、ボディのカラーに合わせた色にしています。ボタンのデザインまでにこだわりを尽くしていまして、このコラボのコンセプトを貫いています。この横から見た時も前から見た時もどの方角から見てもめちゃくちゃかっこいいですよね。そんなですねコートの価格が15,400円でございます。はい、このコート15,400円で買うのは個人的にはですねこの倍の額でも余裕で買っちゃうぐらいめちゃくちゃ仕上がりがいいコートなんですが、これがですね15,400円でのリリースになりますので、こちらもですね同様に12月10日金曜日ですね ZOZO タウンにてリリースいたしますので、ぜひそちらお見逃しないようよろしくお願いいたします。こちらですね先に申し上げますと、コートご用意しているのがですね初回はですね1500枚でのリリースになりますので、前回リリースではですねコート非常に人気でしたので、狙っている方はですね当日お早めのご検討していただくことを心よりお勧めいたします。はい、そして続いてトップス二方を皆さんにご紹介したいと思います。これね本当どちらも大好きなトップス二つなんですけども、これ本当にいいんだよね。実際にちょっとご紹介していくんですけども、まずはパーカーからご紹介していくんですが、今期ですね新たに本ラインのアタッチメントで生み出された脇の三角のパターンとかなりワイドなシルエットが特徴のパーカーとなっています。パーカーはですねリドムだとオーセンティックなカンガルーポケットを採用していて、ビムはもっとシンプルにしたいので脇のシームにポケットをつけているんですが、そのどちらでもないアタッチメントらしいデザインがシンプルなのにしっかりしっかりと存在感があるっていうところがものすごい魅力を感じますし特徴的ですよね。シルエットもですねかなりオーバーサイズで、後ろの裾もですね少しラウンドカットになるようなパターン設計をしています。でこの袖もですね他のパーカーと違ってどこか先ほどご紹介したブルゾンに近いアウターのような袖の立体的なデザインをしているんですね。いやこれ本当にかっこいいよね。あとはなんといってもこのフードの綺麗な立体的な立ち具合がめちゃくちゃ僕は好みで、パーカーいろんな購入してきたんだけど、どのパーカーにも当てはまらないニュージャンルな新しいパーカーを今着ちゃってるって感じなんですよね。なのでパーカー好きの方はぜひ手に取っていただきたい、そんなアイテムでございます。はい、でこちらのパーカーの価格なんですが8800円でのリリースでございます。単体として着てもいいですし、ブルゾンやさらにコートの下に着るのもいいですし、様々な着こなしで使えるアイテムですので、ぜひこちらも同様に12月10日お見逃しないようよろしくお願いいたします。そして続いてですね、ファー
ストシーズンの時にこれまた速乾したトップスをリリースいたします。ついに復活しました。アタッチメントのトップスはですね、独特のパターンなんですけども、まずですね、肩線に縫い目がないんですね。なので肩へのストレスがなく、さらにオーバーサイズでかなりドロップショルダーなんですが、アームを太くしすぎないことでミニマルな雰囲気を演出しています。シャツは襟だけニットで編み立てているので、機能的にも頭をですね通しやすいし、デザイン的なアクセントにもしています。でこちらの価格なんですが、こちらもですね引き続き6600円でのリリースとなります。前回マジで速乾してしまったアイテムですので、かなり着回しも効くアイテムですので、こちらも同様に12月10日金曜日に ZOZO タウンにてリリースいたしますので、ぜひそちらお見逃しないようよろしくお願いいたします。もしね、色味で悩んでいる方いらっしゃいましたら、僕はですね個人的なチャコールの方が今の気分には当てはまるし非常におすすめなんですが、こちらのアッシュブラウンもですね同様におすすめでございます。まあ、悩んだらまあチャコール、そしてチャコール以外の色味を選びたいという場合はアッシュブラウンがおすすめでございます。そして最後ですね、新しいシルエットのボトムを2方皆さんにご紹介したいと思います。これもですね非常に魅力がたくさん詰まっていまして、分かりやすいですねインサートの映像などを使いながらご紹介していくんですけども、まずはですねこちら3タックワイドテーパードパンツからご紹介したいと思います。アタッチメントですね 22SS の特徴的なこちらのボトム、こちらのですねベースにもう少しコーディネートしやすいように腰回りのボリュームを抑えたジョッパーズのようなワイドテーパードシルエットが特徴的でございます。今回の2方の中でもよりアタッチメントらしいシルエットの一本となっております。ノーカラーブルゾンとコーディネートしていただくと、もうまさにですねアタッチメントのコーディネートが完成いたしますね。でこちらの上代は7700円でございます。 SS に向けて大胆なシルエットが欲しい方はぜひこちら押さえていただければなと思います。はい、そして最後にですねこちらのワイドストレートスラックス皆さんにご紹介したいと思います。こちらですね先ほどのボトムよりどちらかというとウィムらしさのあるシルエットとなっております。スータックで腰回りにですねゆとりを入れて、そのまま裾にかけてストレートに落としたリドムでも定番になっているバギースラックスに近いシルエットなんですね。でそこにですねアタッチメントらしい素材感と、それとですねミニマルの腰回りのデザインを落とし込んでいます。でそこですね非常に悩んでしまう方いらっしゃると思うんですね。この2つのボトム3タックがいいのか2タックがいいのか、そこでですね一つ考える一つの指標にしてほしいのが、よりアタッチメントを感じられるボトムが欲しい方は先ほどの3タックの方がおすすめで、よりウィムだったりリドムらしい雰囲気がいい方はですねこちらのボトムがおすすめでございます。でこちらもですね先ほどと変わらず7700円でのリリースになります。非常にですね悩んでしまうと思うんですが、ぜひですね12月10日までにどちらか1本ですね決めていただけたらというふうに思います。こんな感じのコーディネートやさらにはこのように使えるアイテムとなっております。ぜひこちらのボトムもご検討していただけたら幸いでございます。ということで全てのアイテムをご紹介してきたんですが、最後にですね皆様にご報告することがございます。実はですねアタッチメントのコラボなんですが、2022年の6月に夏のアイテムをリリースするんですが、そちらのリリースでウィムとアタッチメントのコラボが最後になります。ですのでこのアタッチメントとウィムのコラボにて長袖アイテムがお買い求めいただけるのは今回がラストとなりますので、少しでも気になっていた方はですねぜひ手に取っていただけると幸いでございます。はい、ということで最後にちょっとした悲しいお知らせをしてしまったんですが、とはいえですね今回ですね完成したアイテムはめちゃくちゃいいので、ぜひ12月10日のリリース楽しみに待っていただけたら幸いでございます。ということで今回の動画は少しでも参考になったりいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価チャンネル登録そしてコメントのほどよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。以上現状の動画でした。ありがとうございました。